皆さん、こんにちは。こんにちは。今日は瞬発力を高めるトレーニングを行いたいと思います。スポーツをしている方には必ず必要な力となってきます。ぜひトライしてみてください。皆さん一緒に頑張ろう。それではトレーニングを始めていきます。スタートポジションはまずこの状態です。腕デスクの状態から体を落とし、手をついた状態から足を前に出していきます。足をまたさらに後ろに戻し、この動作を繰り返していきます。動きに慣れてきたら素早く行ってみてください。10回 ×3 セットを目標に頑張りましょう。レベルアップバージョンでは床から手を離し一気に体を起こします。こちらも10回3セットを目標に行いましょう。今日のポイント、瞬発力を高めるトレーニングでは正しい動きで素早く動くことが大事です。フォームの注意点としては、お尻が天井に突き上がらないように体を一直線にするように心がけてください。皆さん一緒に頑張ろう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。はい、今日はもう、いつもと違って瞬発系のトレーニングをしていきましたけれども、はい、もうこの注意点としては、もう本当に正しい動きで素早くできるかが問われると思うんですけど、そうですね、最初何回かやった時にお尻がすごい、そうですね、こう上がってしまってるんで、はい、こうだと、まあ、素早い動きなんですけど、あまり意味がない。やっぱりね、体をまっすぐすることによって体幹も鍛えられますしね。そうですね、だからお腹を使いながらっていう意味ではしっかりフォームを正しくしてほしいですし、まあ、です、正しくないと怪我もしてしまいますからね。そうですね、はい、やっぱりせっかくやるならもうちゃんとしたフォームで怪我しないように続けていくのが大事だと思うので、はい、うん、そうですね、特に、まあ、サッカーしてるうちのスタッフなんですけれども、サッカーでもね、結構瞬発力がないとっていうのがありますよね。なんか喋ってくださいよ。慣れてない。僕らも慣れてないですから。緊張してます。まあ結構ね、でもフットサルすごい動きはね、いいんですけど、実際体幹トレーニングとかバランス系とかやってもらうと、結構ね、ペラペラな状態なんで。はい、まあ、そこが彼のダメなところなのかなと思ってるんですけれども、まあ本当に有名な選手でいうと長友選手なんていうのは、体幹トレーニングをして あそこまでまたね、もちろん元々のスキルもあったと思うんですけれども、体幹トレーニングして変わったというふうにも本人もね言っているみたいですし、まあ本当にそれだけ体幹っていうのは大事なのかなというふうに思います。ですので、まあ今日の瞬発系のトレーニング以外にも体幹トレーニングたくさん用意してますので、ぜひ皆さんにやっていただきたいなと。そうですね、思いますし、スポーツをやってる方は、まあ、このトレーニングをしてさらに、あ、今日ちょっと調子いいなと思っていただけたら一番いいかなと思ってますんで、はい、ぜひぜひチャレンジしてみてください。またチャンネル登録の方もよろしくお願いします。よろしくお願いします。